まあずっと今日に向けて、まあ、個人としてもそのコーチングのチームとしても準備してきたんで、まあ、あとは実際選手と顔を合わせた時に、まあ、彼らがどんな表情をしていてそれを見て自分がどう感じるのかなと思ったんですけど、最初ミーティングで会った時にすごくまっすぐな目をしてて、それをまず伝えたんですよ。だからすごくやる気にさせてもらいました。